ターリングエンジンを搭載した潜水艦の建造はそろそろ終わりになるみたいだね。そんな中、日本の最新鋭潜水艦白鯨の進水式は無事に迎えることができたぜ。ここでオーストラリアが原潜導入計画を発表したが、それに刺激を受けたのか、いよいよ日本も原潜を導入するのかという噂が流れ始めているようだな。太平洋潜水艦もいよいよ収益する予定だし、日本は通常動力型潜水艦でトップの性能を誇り、戦略的にも潜水艦では世界屈指と定評があるんだ。太平洋の潜航深度はもちろん非公開だが、各国を遥かにしのぐ深さまで潜航可能ということは事実だな。さて今回は、海自潜水艦の22隻体制について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2021年10月14日午後、海上自衛隊としては太平洋型潜水艦の2番艦である艦艇の進水式と命名式を同時に行う予定になっていて、式典の場所は現在建造を担当している川崎重工業者神戸工場と予定されているね。太平洋型1番艦でネームシップである太平洋は、この神戸造船所でちょうど1年前の2020年10月に進水式と命名式が終わっていて、現在は最終偽装中で、2022年3月には引き渡しされると考えられているんだ。太平洋は引き渡し後、海自による海上工事等の上、実戦配備されることになり、2013年平成25年の防衛計画大綱に稼働潜水艦22隻の運用体制の構築と謳われていたけど、この組織目標をまず達成することになるわけだね。この防衛計画大綱だが、世界で6番目に広い領海を持つ日本において、防衛に必要な潜水艦の数を計画として定めていたもので、今は22隻体制となっているが、それ以前には16隻体制を構築することによって広い領海をカバーする戦略が決定されていた状態だったぜ。それにしても、世界で6番目というくらい日本の領海は広いわけだが、日常的には全くと言って良いほど感じないよな。平成25年の防衛計画大綱で潜水艦16隻体制から22隻体制へと6隻増加を打ち出した背景を説明すると、やはり中国が原因で、近年海洋進出が著しい中国海軍への備えを強めざるを得ないという政治判断が下ったわけだよ。しかも、この判断はますます強化されている傾向にあることは言うまでもないよね。もちろん、これは中国が艦艇を南シナ海や台湾海峡、尖閣諸島を含む南西諸島方面へ出没させていることがあり、その数は年々増えていることもわかると思う。中国は今まで以上のスピードで新造艦をこういった海域日本の領海も含むに投入してきているから、この現状を考えれば当然の対応と判断せざるを得ないと思われるな。海上自衛隊はヘリコプター搭載型護衛艦である出雲や加賀を航空母艦に変えるために改修工事を予定していて、その後に F-35 ライトニング 2B 型戦闘機を艦載機として軽空母のように運用する対策も同時進行中なんだけど、やはり中心戦力となるのは潜水艦だろうね。前述したように2022年3月、最新型太平洋が海自に引き渡されることによって潜水艦22隻体制が確立することになり、内訳は太平洋型1隻、操縦型12隻、親潮型9隻ということだよ。この中で親潮型は1998年平成10年から就役していて、かなり息の長い艦といえ、約70名の乗組員を要する通常動力型潜水艦で、サイズは基準排水量2750トン、水中排水量3500トン、全長 82.0 メートル、全幅 8.9 メートル、深さ 10.3 メートル、喫水 7.4 メートルなんだ。この艦の機関は、ディーゼルエンジンと鉛製蓄電池、発電機とモーターを備えているディーゼルエレクトリック方式で、親潮型は計11隻が建造されたんだけど、そのうちの1番艦と2番艦は練習艦に変更されているため、実戦に配備されるのは9隻ということになるね。操縦型は2009年平成21年から就役していて、乗組員は約65名。サイズは基準排水量が2900トンから2950トン、水中排水量4200トン、全長 84.0 メートル、全幅 9.1 メートル、深
深さ 10.3 メートル、喫水 8.5 メートルだから、親潮型より少し大きいことになるんだ。総流型は1番艦から10番艦までは非待機依存推進型のディーゼルエレクトリック方式を採用していて、これはディーゼルエンジンと鉛製蓄電池、発電機とモーターにスターリング機関を備えた機関で、その当時は最新機関と注目されたんだ。しかし、総流型11番艦欧流からは、スターリング機関の搭載を中止しており、代わりにディーゼルエンジンとリチウムイオン製蓄電池、発電機とモーターを備えた構成となり、非待機依存推進型ではなくなっているぜ。スターリング機関の搭載を止めたことで欧流以後の性能は、カタログデータ上ですが水中の時空間力は8000馬力から5600馬力へ、水中最高速度は20ノットから18ノットに低くなった形ではあるが、使用する上での水中性能の持続力は逆に増大したと言われているな。というのは、出力の割には重量があるスターリング機関を外したことで、水中運用自由度が増加したことと、限られた潜水艦内にスペースが確保できたというメリットが出てきたからとされているわけだ。欧流は初めてリチウムイオン蓄電池を実用として採用した潜水艦になっていて、リチウムイオン製蓄電池の特徴としては、従来の鉛製蓄電池よりも大電流大容量ということだね。しかし、物事には表と裏があるように、デメリットも確かに存在していて、それが小型家電製品などで事故が多発していたように、リチウムイオン電池は発火しやすいという点だよ。リチウムイオン電池を使っているスマホから発火したというニュースがあるしな。この危険性を防いだのが、日本の GS 湯浅社のテクノロジーや艦隊そのものへ対策を施すことで実現したわけだ。ただし経費の面では今までのものより高額になっていて、建造費は総流型10番艦小流が約517億円だったんだが、11番艦欧流は約643億円となり、約 24% ほど高くなってしまったぜ。建造コストの点から見ると、最新鋭大芸型1番艦でネームシップ大芸は約800億円と判断することができ、新型のシュノーケル発電やソナーなど新しいシステムが採用されている分、経費は比例して増えているわけだ。2021年9月以降、オーストラリアがアメリカあるいはイギリスの技術サポートを受けて攻撃型原子力潜水艦を購入する方針転換したことが大きな話題になったんだけど、実はそれらの艦とは日本の潜水艦はそもそもの基本が全く違うんだよね。アメリカ海軍の最新攻撃型原潜は乗組員が130名以上のバージニア級で水中排水量7800トン、全長 114.8 メートル、全幅 10.4 メートル、喫水が 9.3 メートルという大型潜水艦なんだ。なんといってもこのバージニア級は、原潜ですから水中の最大速力も30ノットを軽く超えると見られており、オーストラリアはこのスピードとそれによって拡大する行動範囲の広さ、トマホーク対地巡航ミサイルによる長距離対地攻撃能力が欲しかったものと推測できるぜ。今まで原子力の軍事利用をオーストラリアは日本同様に施行してはいなかったが、しかしこのオーストラリアの路線変更が刺激しとなったのか、一部から原潜の保有を検討すべるべきではないかという主張が湧き出してきた空気もあるな。しかし、まず冷静に潜水艦の用途を再検討することから議論を始めるべきではないかと考える声もあるみたい。良いことずくめのようなバージニア級潜水艦だけど、建造にかかる経費は1隻約3000億円とも噂されているし、最新鋭の大芸型が約800億円だから、比較しても約4倍にもなろうとする巨額な金額ってわけ。維持管理などの経費をしっかりと考えた場合、沿海への進出を主目的とはしていない現在の日本に、本当にこういった潜水艦は必要なのか、そして原潜の耐用年数が尽きて退役となった場合、処理はどうするのかという問題も解決しなければならないぜ。原子力の恐ろしさを東日本大震災を経験した日本人は絶対に忘れてはならないからな。こうしたファクターを洗い出した上で、果たして日本は本当に原子力潜水艦を持つべきなのか、その是非について深い議論が必要ってわけだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。